TI-85TI-85 ti はテキサスインスツルメンツが開発製造したグラフ表示電卓で Z80 マイクロプロセッサを使用している。1992年に TI の2機種目のグラフ表示電卓として設計され、後に TI-86 に代替された。TI-85 は TI-81 よりも高性能であり、 工学などで利用することを想定している。ベーシック言語を搭載していて、プログラミングが可能。電卓同士を接続するケーブルが付属している。他にも TI、グラフリンクという別売のケーブルと、適当なソフトウェアを使って、パーソナルコンピュータと接続できる。これらのケーブルを使って、プログラムをセーブしたり、バックアップしたりできる。 長いベーシックプログラムを書いたとき、電力セーブのための自動電源オフ機能が、働くまでにコンパイルが終わらないことがある。TI-85 はコンパイル中であっても、電源がオフになる。その後、電源を入れると、画面上の表示がおかしくなり、ドットがランダムに点滅する。この状態から回復するには、ハードリセットしかないが、そうすると、 プログラムやデータがすべて消えてしまう。TI はこれをバグと認めている。このため、バックアップが必須となっている。回避策としては、コンパイル中にキーを叩き続ける方法と、プログラムを複数に分割する方法がある。アイコーからは、メモリバックアップを解析して、バックアップのある位置に、特別な文字列を入れることで、アセンブリ言語プログラムを実行できることを発見した。 ベーシックよりも高速動作し、メモリ使用量も抑えることができる。これにより、TI-85 はアセンブリ言語プログラムを実行できる、初のグラフ表示電卓となった。アセンブリ言語で書かれたプログラムは、文字列として格納され、カスタムメニューを通してアクセスされる。テトリスや、ボールダーダッシュといったゲームが開発されたり、 周期表を表示するプログラムが開発されたりしている。TI-85 のラム容量が小さいため、プログラムのサイズは限られている。全員メモリは約 28KB だが、プログラムが使えるのは25から 26KB である。アセンブリ言語シェルズシェルが TI-85 でも利用可能である。アセンブリ言語での利用があまりにも多いため、 T.I. はその後の機種でアセンブリ言語を公式にサポートするようになった。ありがとうございます。